北海道立総合体育センターは札幌市豊平区にある体育館。愛称は北海北エールまたは北海道立総合体育センター北海北エール。北海道スポーツ協会をはじめ各種競技団体の所在地になっている。豊平公園に隣接しており、中島公園にあった同立中島体育センター別館の老朽化に伴って建設した。 コンセプトは森と一体となった周辺環境に優しいスポーツの伝道愛称、北エールの北は北海道を、エールは声援を送るという意味を持ち、北エールは心身を鍛えることも表しており、施設を通じてたくさんの人々が交換の場として活動することを愛称に込めている。学校法人北海学園がネーミングライツを取得している。 全国規模や国際規模の競技大会やイベント開催などに対応できる総合的な施設であり、B リーグに所属しているレバンガ北海道、カイリーグに所属しているエスポラーダ北海道のホームアリーナになっている。また、新日本プロレスやプロレスリング、ノアの工業、北海道戦没者追悼式、札幌コレクション、コンサート会場などにも使用している。 1>, 1階のメインアリーナ入り口手前のエントランスホール壁面には北海道のオリンピックゴールドメダリストパネルがあり、南部忠平以来の団体競技メンバーを含む、これまでの北海道出身のオリンピック金メダリストの功績が顔写真を中心に一人につき立て90センチメートル、横57センチメートルのしがらき焼き豆班に焼き付けられ展示される。 メインアリーナメインアリーナサブアリーナブド上級道、上トレーニング室、測定室その他野外彫刻。ありがとうございます。